それこそね、ボイシングなんですけど、ラーゲルンドがやってたアイディアをちょっとみんなに紹介しようかなって。ギターって結構やっぱ物理的な問題で、ボイシングって限られるじゃないですか。なんかピアノみたいに、例えばドとレとミをこうやって指3本で鳴らすのって、ギターじゃめっちゃ難しいっていう。こうなっちゃうから。だから結構アイデア限られるんですけど、まあ面白い考え方の一つとして、皆さんっていうのもおかしいけど、これありますよね。なんか有名ななんとかメジャーセブン。例えば F メジャーセブン。あと、この有名ななんとかマイナーセブン。あ、ナインスね。ナインス。F マイナーセブンナインス。これをね、ちょっといじるんですけど、ラーゲがやってたのは、これってナインスと3度って隣同士ですよね。2度。2と3だから。これを入れ替えるっていうのをやってましたね。場所を入れ替える。だから2弦は3度を弾いて、4弦はナインスを弾く。これね、めっちゃ指開くんですけど、このアイディア面白くないですか？なんかこれはめっちゃ弾くけど、2弦で弾いてたナインスを2弦は3度にして、4弦で弾いてた3度をナインスにする。これだけで響きめっちゃ変わる。で、一緒でマイナーナインスの時も2弦はマイナー3度にして、4弦はナインスにする。マイナー3ナインス。これ結構、あ、こういう考え思いつかなかったなっていう感じ。でもそれだけでだいぶ面白い。で、このメジャーセブンナインスはね、めっちゃやっぱ指、手でかい人じゃないと、あんま実践向けじゃないので、自分なりに、あ、こうやって使おうかなって思ったのは、ちょっと消しちゃいますけど、2弦弾かずに、もう5、4、3弦だけで、3度なし。これは弾きますよね。この F メジャーの137。普段こうやって弾くときに、この3度じゃなくてナインス入れるっていうアイディア。これ最近自分よく意識的に使ってるんですけど、そうすると指を薬指と小指と人差し指にすれば難しくないので。だから例えば鮭腹のバッキングするときに、ド頭これ弾く。そう、まあこれはね、ベースがいる方がやりやすいですね。ベースがいる編成のときに、まあ、こういう、まあマイナーセブンもそうですね。なんかいい曲あるかな。アローントゥゲザーとか。で、この D マイナーセブンの時に、1、ナインスマイナー7。で、弾いたり。さらに、ちょっとプラスで喋ると、このアイディアがあるなら、じゃあ次はですね、ルートとメジャー7。ルートとマイナー7。これも2度の関係なので、ギターで、
入れ替えられますよね。指板上。ここ、3弦でメジャー7弾いてたのをルートに変えて、5弦で弾いてたルートの代わりにメジャー7。マイナーも一緒で、マイナー7、3弦をルートにして、5弦でマイナー7。消しちゃいますね。わかりやすく。こういうボイシング。F メジャー7の時に、これもね、全然響き変わりますね。ただこれはやっぱりベースがいる前提になりますね。なんか5弦のこの E の音が鳴ると、なんていうの、そのギターデュオとかだとちょっと外れちゃうので、ベースがちゃんと F 弾いてる上での方が使いやすいと思う。で、マイナー7の時はこれが1個下がるって感じ。はい、これもね、ちょっと実践向けにちょっと簡単にすると、この5弦の音なしにすれば割と抑えやすくて綺麗なので、おすすめ。これだけ319。マイナーの時はこれ人差し指が1個下がるだけ。これぜひ使ってみてください。メジャー7の時に、マイナー7の時に、メジャー7の時に、マイナー7の時に。なんか弾く場所入れ替えるっていうのはいろいろ使えそうですよね、他にも。はい、という話でした。